はい、どうもめちゃんねるです。今日はですね、シャングリラホテルの方から史上最大のオファーと題したメールがね、届きましたので、その内容についてね、紹介していこうかなというふうに思っております。来たメールの内容としてはね、こちら。はい、そうなんですよ。もう史上最大の期間限定オファーということでですね、来まして、これはなんだっていうふうにね、内容見させていただいたんですけど、もう激アツのキャンペーンでございます。じゃあね、早速その内容について見ていきたいと思います。行ってみましょう。はい、こちらがですね、シャングリラホテルのホームページとなっております。シャングリラケアとなってましてね、こういったね、多彩な特典の世界へようこそとありますけれども、キャンペーンの内容がですね、こちら、期間限定オファー宿泊券プレゼント付きのですね、なんとプランが発売というふうになります。すごくないですか。宿泊すると、まあ、期間はですね、来年にはなるんですけれども、もう無料宿泊券がですね、チェックアウト時にいただけるというプランとなってます。ということはですよ、もう半額でね、泊まってるような感じになります。まあ、実際に一泊するのとね、どっちがお得なのかも含めてですね、ちょっとね、見ていきたいなというふうに思います。はい、まずですね、期間限定オファーの宿泊券プレゼントの内容についてね、見ていきたいというふうに思います。シャングリラ東京より最高の期間限定オファーが登場ということでですね、なんとね、2021年8月15日から今年2021年の12月28日の期間にご予約及び宿泊いただくと、なんとね、特典として2022年の1月5日から6月30日までの期間に同じ宿泊数、そして同じお部屋のタイプでですね、利用いただける無料宿泊券がね、チェックアウト時にいただけるというオファーとなっております。めちゃめちゃすごいですね、これはね。で、こちらのね、オファーに関しましては以下の内容が含まれますというふうにね、記載がありますけれども、2022年1月5日から6月30日までの期間に同じ宿泊数、同じお部屋タイプでご利用いただける無料の宿泊券がついてきます。そしてね、高速インターネットアクセス、そしてヘルスクラブとかプールへのアクセス、まあ、現在はね、感染症対策の一環として利用できる人数に制限を設けておりますということがありますけど、まあ、ここら辺もね、無料で利用いただくことができるというふうになっております。すごいですね。ただこの下にですね、利用規約ということで注意事項を含めてですね、記載がありますので、一緒に見ていきたいと思います。まずですね、1番、オファーは新規のご宿泊予約にのみ適用とされますということですね。なので8月15日以降にですね、このプランで宿泊を予約をしたものに対してね、対象というふうになります。で、料金にはですね、消費税およびサービス料が別途ね、 15% がかかってくるというふうになります。3番、宿泊券の利用期間は2022年の1月5日から6月30日までと なりますということです。で、この宿泊券に関しましては、2021年8月15日から12月28日までのご滞在に基づいて発行されてですね、チェックアウト時にお渡しいただくことができますということですね。で、5番、2022年にご宿泊券でご利用いただけるお部屋タイプは2021年のご滞在と同じタイプのものとなります。こういった、ね、制限ありますけど、これはでも嬉しいですね。そして6番目にですね、2022年の宿泊にはご利用除外日っていうのが、ね、適用される場合があります。今のところね、この日は利用除外日ですっていう発表はありませんけれども、まあ多分ね、ゴールデンウィークとかそういうことは想定されるんじゃないかなというふうに思いますけども、今のところはね、明確に除外日っていうのは設定されてませんけど、まあ設定される可能性がありますよということがね、注意書きとしてあります。そして7番目、ご予約確定後の宿泊日と宿泊者の予定は変更いたしますということでございます。なのでね、無料宿泊で予約をした後にね、変更っていうのは基本的にはできないという形になります。そこはね、ちょっと注意が必要かなというふうに思いますね。はい。で、8番、ご宿泊券はご滞在のチェックアウト時に発行されますということですね。これも先ほども書いてありましたね。そして9番目、2022年のご宿泊は第三者への譲渡及び転売はできませんよ。宿泊券の転売とかしないでね、できませんよということが書いてございます。そして10番目、同期間に行われた複数のご予約は最大9部屋まで、9泊までですね、利用とさせていただきますという制限はありますけれども、この9泊分でですね、来年ね、また9泊できるという感じになります。まあ、9泊すら結構なお金になりますけどね。まあでも9泊するともう9泊分もらえるってことですから、これはですね、すごいなというふうに思います。そして11番目にご予約確保のため、予約時にクレジットカード情報の登録が必要になるプランですよということですね。で、ご到着予定日の1日前以降にキャンセルされた場合は、またご連絡なき宿泊がなかった場合、1日24時間前までだったらね、キャンセルできるんですけどね、それより前になってくると、まあ、費用ね、キャンセル料かかりますということですね。で、12番目、料金は空室状況によって当然ね、異なりますということになっております。はい、いや、このプラン本当ね、すごいなというふうに思います。ではね、こちらのプランが実際お得なのかっていうのにね、ちょっと見ていきたいなというふうに思います。はい。ではね、トップページの方に戻ってきました。まあ、適当な日にですね、一泊ね、いくらぐらいなのかっていうのをね、ちょっと見ていきたいなっていうふうに思います。まあ、例えばですね、来月ね、9月の中旬ぐらい、9月14、15の平日で、大人2名、
子供1名ということでね、検索してみたいと思います。はい、これがね、一般的なお部屋。一番上はね、エグゼクティブスイートでございますが、通常アドバンスパーチェイスでね、予約宿泊をすると1泊68,000円、これスイートですね。で、それ以外のね、通常のデラックスルームとかでオンライン限定のステイケーションオファーで予約を取ると1泊30,000円という形になります。まあ大体ね、安い時でこのぐらいかなというふうに思いますね。はい、ではね、これが限定オファーのですね、無料宿泊券もらえるプランだといくらなのかっていうのをね、見ていきたいと思います。はい、それではね、限定オファーの方でね、予約を見てみますと、エグゼクティブスイートの方がですね、1泊90,000円、だからちょっと3万円ぐらいね、高くなってるのかなというふうに思いますね。で、通常のデラックスルームで45,000円、なので今15,000円ぐらい、まあ1万円から15,000円ぐらい増えてるような感じになりますね。なんですが、これがね、チェックアウト時にもう一泊分もらえるっていうことになりますので、来年ということにはなりますけども、まあ、考え方によってはですね、45,000円なんですが、22,500円でね、一泊できてるという考え方もできるんではないかなというふうに思います。まあ、これがね、お得なのかっていうのはね、皆さん、捉え方次第、考え方次第にはなってくると思いますけど、個人的にはね、非常にいいね、プランじゃないかなというふうに思います。今年泊まってね、もう来年宿泊できる分の、しかも期間が結構長いんです。1月5日から6月30日まで使えるという形ですね。はい。まあ、このぐらいの差があるという感じでございます。じゃあね、シャングリラホテルなんですけど、実際どんなお部屋なのっていうのをね、ちょっとだけですけどお見せできればなというふうに思います。どうぞ。はい。こちらがですね、入り口ですね。トラストタワーとなってまして、で、エントランスの方ですね、こうやって入っていただくと、結構やっぱりね、贅沢な作りですね。はい。結構いいです。フォーブストラベルガイド5つ星とね、なっております。廊下なんかも非常に落ち着いてまして、これね、エグゼクティブスイートのお部屋なんですけども、リビングルーム、こんな感じになってます。いやー、結構ね、やっぱり豪華な作りですね。お部屋もね、非常に採光が取れてて明るかったです。これはね、エグゼクティブスイートですけど、通常のお部屋でもね、こういう感じのベッドルームがあったりとかしますんで、十分な広さね、取れてるかと思います。どうでしょう。まあ、エグゼクティブスイートの場合だと、まあ、9万円ぐらいしますけども、半分のね、45,000円で泊まれるような感じになるのかなっていうふうに考えていただければいいんじゃないかなと思います。で、洗面台、こういった大理石、テレビ付きのね、洗面所となってまして、お風呂なんかもね、こんな感じの大理石調のね、バスタブ。そしてウェルカムスイーツなんかがこのようにございます。めちゃめちゃいいですね。かなり豪華。そしてね、新幹線なんかもね、見ながらね、ゆっくりできるお部屋の窓となってまして、これはちょっとね、お部屋の向きによってはちょっと違うのかもしれないですね。非常に明るい。どうですか、この眺め。そしてね、ベッドルームとリビング、こんな感じのね、お部屋となってます。はい、いかがでしたでしょうか。というわけでですね、先ほどね、申し上げた注意事項がですね、まあ、12項目ぐらいあったんですけども、まあ、簡単に要約したものでですね、ちょっと復習していきたいなというふうに思います。まずね、一つ目です。獲得可能期間が8月15日からですね、12月の28日までね、宿泊をしていただくとですね、宿泊券がもらえるという形になっております。そしてね、これはですね、会員じゃなくてもね、ステータスを持ってなくても誰でもですね、予約していただくことが可能です。まあ、URL なんかに関しましては概要欄の方に貼っておきますので、よかったらそちらの方からね、飛んでいただければというふうに思います。はい。そしてね、獲得できる特典なんですが、2022年の1月5日から6月30日の無料宿泊券がね、もらえるという形になっております。で、私ね、これ電話でちょっと確認させていただいたんですが、2021年中にですね、例えば平日に、まあ、価格がね、多少落ちてる、平日に予約を取って宿泊をしていただいたとしても、この無料宿泊券っていうのはですね、1月の5日から6月30日の、例えば土日、祝日とかね、まあ、対象除外日っていうのになってなければですね、予約していただくことが可能となってますんで、本当にね、安く宿泊して高い日にね、通常だったら価格が高い日に、その無料宿泊券を使うっていうことがね、できるプランとなってるんで、非常にね、ありがたいですね。はい。そして3つ目のポイントとしました。宿泊した日数。なので3泊泊まればね、3泊分の無料宿泊券がもらえる。そしてね、同じタイプのお部屋、デラックスルームだったらデラックスルーム、スイートルームであればスイートルームにね、宿泊していただけることができる無料宿泊券がね、もらえるという形になっております。これは本当にね、非常にいいです。もう本当にね、ちょっと持ち越すような形にはなりますけど、来年のね、もう投資としてね、宿泊今年楽しんでいただいて、来年も泊まれるっていうふうに考えていただければ非常にいいんじゃないかなっていうふうに思います。5つ目なんですけども、無料宿泊に関しましてはですね、宿泊実績にカウントされませんので、それはね、ご注意いただきたいなというふうに思います。まあ、ただですね、シャングリラホテル、今ね、国内にはまだ東京しかありません。今、京都ではね、建築中のね、プランっていうのがありますけれども、まだね、東京しかありませんから、よっぽどの
方じゃない限りステータス修行されてる方って、ね、非常にね少ないんじゃないかなというふうに思いますけれども、まあ、ヒルトンさんとかねマリオットさんみたいにですね宿泊実績をつけたいんだっていう方にはねこの無料宿泊券に関しましてはね宿泊実績はつきませんのでそこはねご注意いただきたいなというふうに思います。はい、まあ、ただですね、まあ、本当にうまく利用していただくことでですね価格を抑えてですね1泊分が、まあ、2泊で、まあ、平準化されたね宿泊料金でシャングリラホテルフォーブストラベルガイドの5つ星ホテルとなってますのでそのホテルにねこうやって泊まることができるプランとなってますので非常にねいいんじゃないかなというふうに個人的には思います。なのでね、まあ、今回こういった動画をねお届けさせていただいたんですけど皆さんいかがでしたでしょうか。はい、というわけでですね今回の動画に関しましてはこちらで以上とさせていただきます。この動画がねためになった参考になった面白かったという方ぜひね高評価ボタンとコメント気軽に残しておいていただければ幸いです。あと概要欄下の方に私 Twitter、LINE、Instagram、クラブハウスやってまして URL 貼ってありますんでね合わせてぜひねフォローチェックよろしくお願いいたします。またね、こういった動画なんかも含めて旅行動画なんかねお届けしていきたいと思ってますんでぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。じゃあねまた次の動画でお会いしましょう。